小学校の運動会。運動会って面倒で嫌いって子もいるみたいだけど、私は大好き。シロ君とトウヤ君が、ユキトさん、まあ手伝っただけだよ。料理上手なんですね。リー君、リー君も一緒にどう？どの？一緒に食べない？食べ、こんな証拠なんだ。だね。食べと。行く。どこ？ごめんなさい。大道寺その身です。もともよと仲良くしてくださってありがとう。あなたのことはともよからよく聞いているのよ。本当に可愛いわ。そんなことないです。私の方がいつもお世話になって。よく似てるわ、あの子に。え？そういえば、名字はまだ伺ってなかったかしら。教えてください。くらさん、父さん、木の本先生、そのみくん、ちょっと来てください。うちの母とさくらちゃんのお父様、お知り合いだったんですね。そのみさん、ともよちゃんのお母さんは昔、え、天宮って東野のお母さんの旧姓。お、そのみさんとはいとこ同士なんだ。お母さんたちが知り合った頃、母さんは有名な財閥の一人娘、父さんは高校の新米教師。そんなんでいろいろあったらしい。そのみさんは小さい頃から母さんを可愛がってて、父さんとの結婚を一番反対してた一人らしい。もう、トウヤの家にあるなでしこさんの写真はいつも幸せそうだよね。ああ、そんなことが。いや、ごめん。お気になさらないでください。母もさくらちゃんのお父様もさくらちゃんのもよちゃん。しかし、すごい。本当だね。なんてレベルじゃねえだろ。もよちゃん、これパカードの仕業ですな。わからない。闇の力を秘めし限り、真の姿を我の前に示せ。契約のもと、さくらが命じる。レディー、一番ですわ。クロか、どないしたんや。クロ、ケロちゃん、なんか変なの。お花がいっぱいで、綺麗な女の人が楽しそうに踊ってて、それで、何
ルしたお姉ちゃんやろ。はい。大丈夫。何も危ないことあらへん。あいつは楽しいことが大好きなだけなんや。ちょっと付き合うて遊んでやったら気が済んで、一緒に踊ってやるんやな。エヴァさんは、さくらちゃんとダンス一曲、踊って、さくらちゃんのリズム感なら、綺麗なステップを、祝い事とか楽しいことがあると浮かれる。さくらの学校運動会やってやろ。たぶん、このカードを、どんな種類の花が出せる？それだ。まあまあ、ええやないか。あのね、どうしたの？止まってよ。取り忘れ。でも思い出すわ。あなたとなでしこの新居。あのちっこいアパート。新米教師のくせに手なんかつないで一緒に登校しちゃって。しかも夫婦揃って同じお弁当箱。なんか揉めてるみたい。くらちゃん、もう、大丈夫ですわ。あの二人に花を与えよ、フラワー。だいたいあなたはなんで料理が上手なの？なでしこの花、なでしこ、いつも先生に絡んでるとやってきたわ、笑顔で。私が本気で怒ってるのに、ほえほえした空気で怒りをぶち壊すのよ。根っからの天然ボケだったわ。確かに、ちょっとほんわかした人だったけど。私が一番なでしこを好きだったのよ。なでしこさんも君が大好きだったよ。でも、なでしこ幸せそうだった。先生と結婚してから、いつ見ても今までで一番いい顔で笑ってたわ。幸せだったくせにこんなに早く行っちゃうなんて。ごめんね。なんで謝るの。16歳から27歳まで僕がなでしこさんとの時間をもらってしまったから。あなたのそういうところが嫌いよ。ほんと嫌な人ね。かっこよくて優しくて料理が上手でな。最大の欠点だわ。私を見て似てるって言ってたの、お母さんのことだったんだね。あのよく話してました。なでしこさんっていう私の髪をこんな風に伸ばしたのも、なでしこさんと同じにしたかったからです。本当にともよちゃんのお母さんはうちのお母さんのこと大好きだった。じゃあ、私もさくら、お、ともよちゃん。
は友枝小学校の運動会でした。私は運動会が大好きなのですごく嬉しかったです。運動会にはお兄ちゃんとお父さんとゆきとさんが来てくれました。ともよちゃんのお母さんにも会えました。とても綺麗な人でした。ともよちゃんのお母さんは私のお母さんといとこだったそうです。お父さんとも知り合いでした。そうそう、今日フラワーのカードを捕まえました。いろんなお花を出せるカードで楽しいことが大好きだそうです。でももうすぐ運動場がお花で埋まりそうになってしまうところだったから人騒がせなカードです。終わらない一日。クラちゃん、トモヨちゃん、一緒に帰りましょう。の上のテスト、やっぱり練習が足りなかったみたい。一箇所だけですわ。ありがとう、トモヨちゃん。よし、やっぱり帰って。すがさくらちゃんです。くらちゃん、ともよちゃん、一緒に帰りましょう。の笛のテスト、すがさくらちゃんですわ。やっぱりおかしい。そんなことありませんわ、ともよちゃん。はい、ノーと同じなの。何がですの？私昨日も笛のテスト、昨日ね、私昨日も同じテスト受けて、クラちゃん、家に帰って笛の練習したんだよ。だから今日はうまくでき、クラちゃん、もしやっぱり黒、そうですわ。でもそんなカードあるのかな。同じこと、私にはそうだよね。でもさくらちゃんが怪しいと思う。もよちゃん、キャプテンの出番ですわね。こいつはタイムのカード。タイム？じっや。タイムはソナナの。おそらくそっくり一日じっくらだけがおかしいと気づいたわ。そういうことだ。超は魔力があるみたいだな。ピー君、どうぞ。相手は時間を自由にできるんだ。隙を与えた。キーなんやこぞ。それはこっちのセリフや。ケロちゃん、リー君、アサクラ、タイゾウの言うた通り、気づかれたらそこでしまいや。すべく奴に気づかれんように、用心して塔を登る。あ、そんな大声だ。ネズミがおるとはな。帰ってくださいね。you
2階に着いたで。おお、なんや一本橋ってやつやら壊れた床。こんなところ渡る。あやジャンプつこたら簡単なんやろけど、どうやって渡る。おっしゃ、ワイが教えてる。ボタンを押すと前に進める。進んでいく途中でフラフラし始めたらボタンを押すのをやめるんや。フラフラしとる時に無理に進もうとするとボタンで進んでフラフラしたらやめ。ストップやさ。集中してみるか。動き回っとる明るい部分の中に入ってまうとチームの目の動きを読んで奴に見つ。やってみる。視界に入って、とにかくやつの視界に入ってしもたらアウトや。多分次の5回。おっしゃ、ワイがひとっ飛びして様子を。特別危険なとことかなんや。見抜いたりすると危ないから避けて通った。あったケロちゃん、ありがとう。今くらいの音でも。おだ、間に合わんか。リク、お前早くシールドのカードを使うんだ。自分を元に戻したやつのもんになる。私封印したよ。タイムの力を封じ込めたんはあいつや。悔しいけどタイムのカードはあいつのもんや。そんな。でも時間は元通り。
心配いらん。ゾウがカードを手にしたんは気に入らんけど。実力を考えれば当然。あにぃ、これは、間違いない。ゾウカードの件。ああ、今ワイが呼ぶ。宇宙に降りつる。触れたもんを腐食させる力。どうしたらいいの？つむ。そうだ。クラ、ミストは空気みたいに形のないもんやから。いや、シャドウや。だけ大きなったミストをすべて捕まえるは大変やろが。だんだんカードキャプターとしての貫禄が出てきたな。マヤで？少しはやるな。やはりお前には無理だ。なんなんやあいつは。ほら。今日は笛のテストでした。でも私は昨日も笛のテストを受けたような、と思っていたら、やっぱりクローカードの仕業でした。タイムのカードが時間を巻き戻していたんです。でも、タイムはリー君の方に行ってしまいました。その後すぐ、成城高校にミストのカードが現れました。これは、シャドウを使って私が手に入れました。でも、リー君には、カード集めは無理だって言われてしまいました。象の力比べ。今日は遠足で動物園に来てるの。動物ちゃん、どこから見ようか。クラちゃんにお任せしよう。インコさんのスタンプ。
首の本当に。絶対の自信を持っとる。それでいつのいたずらを止めるにはここで頑張るしかない。でもこのカードを使うと
力持ちになっちゃうってケロちゃんが言ってました。力持ち、あんまりなりたくないです。